トナカイ、え、すごいクリスマスバージョンになってるやん。あの、今月のショールーム。え、じゃあ、リンさんやりましょ、いくよ。えー、リンさん、クマタワーがあったと、ありがとうございます。鹿タワーか。あ、鹿熊。鹿熊タワー。ありがとうございます。<laughs> 嬉しい。めっちゃ嬉しかです。えー、嬉しい嬉しい。あってよかった。嬉しい。やったー。 何の話したっけあっ髪の毛ね違うんですよ今あの私ズーム劇場終わりました演技してたねんでミキがそうやねんえっと12月えー、前夜祭は4日にあったんですけど5日から 567の3日間でしかも1日に2回公演だから6公演全部でやってたんですよ3日間の終わりましたそれで今日千秋楽であのー、トークショーもあったんですよ打ち上げマル秘トークショーっていうそうやねんえもうねなんかあの何ですか演技のお仕事はなんか ほぼ初めてあのね YNN っていうコメディ番組があるんですけどその YNN さんでなんかそのあの似たような感じの同じような感じの役だったんですよあの刑事役をさせていただいてるじゃないですか私ケイト取り調べ室でで今回もなんか警視庁捜査二課の役をやらせてもらって。 でもなんか YNN とはまた違う YNN の時はなぜかスタッフさんがあのねスタッフさんがとてもね笑かしてにくる<笑>,笑かしにかかっているのでとても笑っちゃうんですけど今回はもう本格的なあの ABC さんのテレビ局の方とかも。 なんて言うんてうですエーロックマンさんっていうあの作者さん作家さん作家さんこのね脚本家さん台,台本を書いてくださった方なんですけどその方もお笑い芸人の方ででええー、<laughs> ありがとうえ猫え これえっありがとうございます熊タワーじゃんかありがとうございますじゃあ行きますよ猫パンチさんえー、サンタクロースくまちゃんありがとうございますくまタワーがたったわありがとうございますバカワイイーイクマクマトナカイ シカちゃんタワーが3つも立ちました。え、めちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます。え、くださったクワルさんとリンさんとネコパンチさんありがとうございます。もうウキウキです。ウキ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 ,ウキ。ありがとうございます。本当にね。そ、れで、ちょっと待って、コメント読もうコメディ番組え、コメディ番組っていうかな あのジャパニーズショーですジャパニーズショーエンターテイメントショー合ってる <laughs> YNN さんのあ取扱説明書なんて説明しましょうかねスーツ可愛かったってえじゃあちょっとスーツえじゃあスーツねちょっとねお見せします今日はまだ今日の24時までは美咲ちゃんなので美咲ちゃんっていうね役をねやらさせてもらったんですよ もう本当にねドキドキでしたもうできてましたかねいやなんかお稽古の時とかまあ財本がすごく長くて,なんてペ,ージにページ数にすると長かったんですよでもとにかくその覚えるなんてつものいつもの,の,の,の YNN さんとかで見る台本と違って もう本当にあの何やろ何て言うんですかねもうちょっとしか見せれないですけどこういうもねわわってもういっぱいこんないっぱいもうね台本を頂い,いてでなんかこんな感じでブワって見えた <laughs> 書いてあるんですよ。もうすごくて本当に。 で頑張りました女優女優さんにねなあのなれたかな <laughs> えそうえなんかねえねえねえ30 っって言ったらエささんに指摘されたからなんか27歳ぐらいの役をやらさせてもらったんですけどだからなんか「大人なレディみたいな感じキャリアウーマン的ななんかミーキとは全然かけ離れてるからあスーツちょっと待ってねスーツ着ます こんな感じでこんな感じではいじゃあセリフをねえセリフどうしようかな <laughs> こんな感じでねちょっとねスーツを着てましたよ <laughs> 警視庁捜査二課です って感じでやってました裏事情裏事情あ、このでもあ、ハートきたハートきた裏事情というかこの、でもみさちゃんの役はあの絶対ストレートヘアっていうのは決まってるんですよもうそのサラサラストレートヘアで、こうこれ これがあの警視庁捜査にかののちゃんの役ですなのでいつも以上にもうほんまにもう入念にもう入念に何か念には念を入れたストレートって言いますかもうねサラッサラツルツルも多分今が一番この3日間一番ツルツルやったと思うこの <laughs> すごくない画面でも伝わるあすごい自分で言ってるけど。 すごくないものね天使の輪っかできちゃうくらいのストレートっていうつやつや出しもめっちゃ振ってそんな感じですそうまいちゃダメなんですよでミーキーのなんかあの でかミイキのデカじゃないなミイキの後輩デカえ待って警察え警察と警視庁は違うんですかねがあ中野未来ちゃんでようこさんようこっていう役もうねなんかすごくあの結構美咲ちゃんも重要な役で,でもうここは絶対にこうなんて言うんですか あの任せてもらったからにはもう絶対に失敗できなくてなん失敗できないというかなんて言うんですか重要超あの注意人物注意人物というか <laughs> なんでもうね本当にめちゃくちゃでも結構こうポンポンポンとはなんか入ってきた。 スピリチュアルスピリチュアルうんインスピレーションインスピレーションでそうでなんかあ関東弁も関東弁のお話関東弁のお話っていうか関東弁もねやっちゃってえって演技楽しかった 警視庁は日本の警察全体えそうなんやじゃあ何番も警視庁いますか重要人物そうやなあ標準語関東弁標準語か標準語関東の方が基準ってことか普段あまり関西弁話さないえみミイキ確かになんかなんやろうな うん、関西弁じゃないかも確かに <laughs> さあどうぞが好きだった <laughs> さあどうぞあれはもうめちゃくちゃなんかあの何て言ってたかななんかめちゃくちゃこうなん,なんかねいっぱいねちょっとあのねメモノートとかもあるんですけど今何分だろう48分です なんかねすごくえっと何かなでも「あっそうなんですか?」とか「あのそうだったんですか?」とかなんかそんな感じはこうなんか二面性な感じで。 見てくださった方しかわかんないんですけどあの春菜役のゆきつんにこうなんですかね疑うような感じで言うみたいなしかもなんかこうなんやろちょっとなんかなんかへえみたいな,なんかわかりますかなんか そうなんやーみたいな、そういう感じで言うみたいなのを何回もこうね、練習して。で、あとはなんか、あの、顔とか、顔っていう時の顔もちょっとね、難しかった。なんかいつもそんな顔しやへんから、なんか、あの、ムカつくんだっていう時の顔が、ちょっと恥ずかしかった。なんか <laughs>、そう。 か演技にこう恥ずかしさとかねあのしちゃダメなんですけどちょっと恥ずかしかったっていう話かな、まあ、裏エピソードとしたらそうなんか五 <laughs> 十カウントしてくださったんですか嬉しいあっ s n 人も見てくださってる嬉しい「ゲリラ配信したのに」を。 上位3名の方がウィーキーのアイコンや嬉しすぎるえでさなんかうちじゃあここであのー、奇跡の奇跡見てくださった方いますかはい待ちコメントの範囲待ちあと10分やあと十分お 見ててくださってえー、すごい15分経過しましたって出たよ、ね、久しぶりだからさこのテロップ出せるとどうやるんやったっけなうーんあのえじゃあさ投票してみたいあのー、なんだっけ見てくださいましたかみたいなじゃあえどうやるんやったっけえっと1と2があるので見てくださった方は1ででそれ以外は2でお願いしますやってみたいだっけ <laughs> はい投票したでその間にテロップ出そうかえっとどうしようかなえー、また英語なんだけどあこれか。 ズーム劇場はワーズって感じ投票終了するおおすごいこれは僅差ですね何の投票してたんだっけかな何の投票してたんだっけ1と2僅差ですけど50.9と49.1です あれか見てくださった方が1っていうね <laughs> おー。おおえってことはこれはえ百100人の方が投票してくださって5050 50ってことなんですかねすごいえなんかもう顔の半分プレゼントで終わっちゃってるありがとうございます嬉しい。 分の瞳約忘れた一瞬金差すぎて忘れちゃいました100人100人中5 0 5 2分ですでも見てくださった方えすごいねはいっててよすごい見たよって。 え皆さん何日目に見てくださったんですか何日目の何回目の方が分かりやすいか。やっぱあれ投票結果。投票結果。 千秋楽が多い楽全部見たの見てくれたんですかうれしい最終日に回とも見れた千秋楽とアフタートーク千秋楽と打ち上げトークショーを見ましたおー一番じゃ今日の先ほどの回ってことかへえー、そうなんやそうなんやそうなんや盛り上がってきたところでもう5あと5分ですおっ あんルームさんありがとうございますフォローしましたっておやすみなさいおやすみなさーいえあのアフタートークってあれですか千秋楽を見てくださった方がアフタートーク見るってことそれともアフタートークだけのチケットがあるってことなんだったっけ未来の回線分かったかい <laughs> いやほんまになんかそのなんか最初の辺で、ね、なんかもうえ 1>, 1日目の多分2回目やったかちょっと忘れちゃったんですけど私と未来ちゃんがあの掛け合いのシーンが多いんですよでその時になんかこう未来ちゃんのセリフミイキのセリフみたいな感じであるんですけどなんか未希はそのあの画面を見てなくてこう携帯をこう見,てあの見てこうやるみたいなこうねこういう感じであるんですけど。 でなんか声を聞こえてんみたいな感じでやるんですけど全然なんかいつものところで声聞こえへんなーとか思って出てたら未来ちゃんのもうなんズームの,あの画面がもうおおってなんかスローモーションになってて「あこれはやばい回線がやばいどうしようミーキーも一人で一人でセリフ続けちゃう?」とか思ったら奇跡的にこうどんどん戻ってきて。 ねやっぱそういうところも「ハッシュタグ奇跡の奇跡」ですね何言ってんのかもう今はねいやもう千秋楽まで終わってホッとしてるからもうあれなんですよホッともうとにかくホッとしてるあそうなんやチケットは別なのね えー、あもう5分を切っているので壇上の方を読みしたいと思いますえっとっ合ってるかなこの順位と合ってそうだねじゃあ十三位まで13位からお読みしたいと思います13位竹坊さんありがとうございます12位 デートミズユリアさん、ありがとうございます。十一今イマさん、ありがとうございます。十0位、トルコライスさん、ありがとうございます。九位、ユーさん、ありがとうございます。すごい、解禁書全部見てくださってたんですって、ありがとうございます。八位は、シモリンさん、ありがとうございます。いなちのざわいかいてる、ありがとうございます。七位、スミスさん、ありがとうございます。六位、ウノノシカさん、ありがとうございます。5位、タカシーナさん、ありがとうございます。え よいクレパスユうちゃんさんおーありがとうございます久しぶりー久しぶりーそして3位クアールアットディアードさんありがとうございます2位はネコパンチさんありがとうございますネコパンチさんからはタワーねもらいましたありがとうございましたーイェーイそしてあえ飛ばしてないよね私もう一回じゃあ3位3位の方からいかくねサ位さんサ位さんじゃない間違えたちょっと待って もうあと、え、もうあと3分やんえね、違うんですよ。3位と2位と1位の方はね、くまタワーでくださったから、はい、もう一回言いたいと思います。3位、クアラとディアズベルギーさん、ありがとうございます。ね、くまタワーくれましたありがとうございますありがとうございます。そして、2位の猫パンジさんもくださいました嬉しいありがとうございますそして、1位は、ドゥルルルルー、パン、リンさんでしたありがとうございます くれましたありがとうございますあ揺れたあと2分やあと2分 <laughs> ありがとうございましたえ1500人の方も見てくださって嬉しいありがとうまたね最近ケイトさんはねあケイト取調室の方はちょっとあの不定不定休不定期更新 なのでそうですね <laughs> 皆さんいよい音しよう皆さんいよい音しよう見れた人はラッキーですねミーキーのショールームでもえ違うんですよでもパスワードはちょっと試行錯誤してただけであと2分あと2分あと2分えでもさこうやりかけたらさ あのー、寂しい寂しいですとてもあっ「告白の空白」公園ね10日にありますもうあのー、ミキが大好きなマナティーが出てくれるので皆さんご覧くださいそして来てくださる方は一緒に楽しみましょう手拍子とペンライトうちわなどなどお願いします、えー、ちょっと来れないよって方は DMM で見てくださいそれでは いつ切れちゃうかなバイバイ言っとくあじゃあ最後にこのスーツ姿ねあみさきちゃんもバイバイはみさきちゃんのバイバイちゃん捜査2課ですみさきですみさきちゃんの身用地なんやろ <laughs> おやすみおやすみさきバイバイ ジャルっぽい。<laughs> バイバーイ。